疲れ様です。東京アラサー OL のミサポーヌです。今回は婚活パーティーに一人で参戦してきたので、その話をしていきます。ミサポーヌは誰かとカップル成立して幸せモードでお家に帰ることができるのでしょうか、みたいな感じで、まあ友達の恋バナを聞いてる感じで気軽に聞いていってください。ではでは話していくよ。まず婚活パーティーのサイトは、ミサポーヌは日頃からチェックしてたんだけど、一人でね、なんか参加するっていうのは結構勇気がいって、でなんか前までは友達と一緒に参加するとかだったからかなりね気楽に参加できてたんだけど、なんか今回ちょっと一人で参加するかどうかっていうところでなかなかね踏ん切りがつかなくって、でいつも暇な土日とかに婚活パーティーのサイトをさーって流し見して、これいいなって思っても、なんかパーティーの時間が近づくと、なんか今から化粧してお洋服選んで、時間ないみたいな感じだったんだよね。でもなんかこの日はねやたらとやることがなくって、朝からなんか暇すぎてエントリーしちゃいました。名前とか年齢とかを入れて申し込みしたんだけど、申し込みをした時ね、なんかキャーって感じでした。なんか27歳から37歳とかのパーティーだったのかな。まあアラサー向けだよね。で、まあ男性は多分20代はいなくて30代だったかなと思うんだけど、なんかその特徴としてはちょっとこうリッチな男性みたいな、そういう婚活パーティーのタイトルだった気がします。で、まあその説明とかいろいろ見てると、飲み物が出たり個室だったりすごい良さげって思ってね。で、まあ1時間前にその婚活パーティーの駅に着いて、軽く他のお店とかを見たりしてたら結構ギリギリな時間になっちゃって、でそんな時に限ってね地下の道で迷うみたいな結構私あるあるなんだけど、やべーって思いながら早歩きで会場に行きました。で、まあ、会場のその会について受付でお金を払ったら、なんか昔懐かしいプロフィール帳みたいな、そういうなんか厚めの紙みたいなのをもらって、あとはなんか番号のパッチみたいな、なんて言うんだろう、なんか胸のところにつけるやつ、それをもらって、で席に案内されて、なんかでも個室ではないなって思ったんだよね。なんか長いテーブルがあって、でテーブルに椅子があるんだけど、その椅子の間にパーテーションがあって、で椅子の正面にはカーテンがあって、でコの字に布に囲われてる感じで、なんか正面のはカーテンで、なんか向かい側に誰かいるなーみたいな、そういう気配がわかるような感じで、でなんかコの字の何もないその背中側の部分はちょっと後ろに倒れて横見たら隣の女性のお顔が丸見えでだからこれはね全然個室ではないなって感じだったんだけどね。まあまあ全然いいんだけど、で結構その時間なかったから急いでそのプロフィール帳を埋めようと思ったんだけど、初めてだからそのプロフィール帳とかそういうのを書くっていうね、そういう婚活パーティー自体がね、だから難しくって、その年齢とか住所とか一人暮らしか同居かとか、あとは血液型とか身長とか出身地とか、あとタバコお酒とか、あと職業勤務地みたいな、あと最終学歴とかあったかな、あとはなんか結婚歴みたいなと子供みたいな、そういう自己紹介系の一覧と、あとは結婚についてみたいな、なんか1年以内に結婚したいのかとか、3年以内なのかとか、付き合ってから考えるとか、いい人がいればみたいな、そういうなんか項目があったり、あとは家族構成の希望とか、休日がいつかとか、休日が何曜日かとか、休日はどういう風に過ごしたいかとか、あとは好きな異性のタイプとか、自分の性格とか、趣味資格特技みたいな、あとは得意料理とか、あとはパートナー選びで重視することとか、恋愛を長続きさせるのに必要なこととか、初デートで行くおすすめの場所みたいな、そんな感じの項目があったかなって思います。まだまだ結構いろいろあった気がするんだけど、でなんか時間がなかったのもあるんだけど、焦ると余計にこういう質問にはこう慣れてなくって、やっぱ全部は埋められなかったんだよね。なんて書いたらいいか分かんないこともあって、
で、その時に飲み物も配られたかなと記憶してます。で、アナウンス流れて、なんかこれからトークタイムが始まりますみたいな、そういう感じで、で、あれはね、一人何分ぐらい話したんだろうな、5分ぐらいだったのかな。なんか正面のカーテンがガラガラって自動で開いて、前に男性が座ってて、なんかね、すごいシュールだよね。で、なんか目の前に座ってるのが、なんか、そう、面白いよね、カーテン開いたら誰か座ってるみたいな。その状況が面白くてすごい笑いそうになっちゃうんだけど、まあそれをこらえながら、はじめまして、みたいな感じで明るく挨拶して、で、挨拶の時はマスクを外してくださいってアナウンスが流れてたんだけど、うん、ほとんどの人がマスク外してなかったかも。だから私も、まあ外さなかったんだけど、カーテンが開いて、で、なんか、それから分かったことがあったんだけど、細長いテーブルが2本あって、で、向かい合って男女が座ってて、もう一方のテーブルの方にも男女が向かい合って座ってて、で、テーブルの内側が男性ゾーンになってる感じ。いや、なんかね、これ言葉で説明するのすごいむずいんだけど、だから向こう側のテーブルの女性の顔が見えるんだよね。その内側、この字、そのなんだろう、この字じゃないな、その内側が男性だから、外側が女性だから。で、なんかすごい笑顔でお話ししてるのが、外側の女性のね、顔が見えて、わーすごいと思って、かわいいって圧倒されてしまったんだけど。で、それぞれその、まあ、男性に番号が割り振られてたんだけど、多分ね、8人ぐらいの男性とお話ししたのかなって、うん、思ってて。で、なんか女性のプロフィールの中で、得意料理っていうところがあったんだけど、なんか男性側はその部分が年収になってました。で、なんか女性のプロフィールには年収を書く欄がなくって、やっぱりね、なんかどうしても男性に頼る形になってしまうよなーって、そういうなんかね、ちょっと複雑な気持ちになりました。なんか女性だけ年収書かないっていうのがなんか何なんだろう、うん、なんか申し訳ないなーみたいな。まあね、女性は子供を産んだり育てたりで、どうしてもそのキャリアを諦めたりとか休んだりしないといけないことも多いと思うから、まあね、その頼らざるを得ない、そういう状況になっちゃうこともあるから仕方ないことかもしれないんだけど、あとはね、なんか男性の年収が700万円以上が平均だったかな、うん、あんまりしっかり見てないけど、すごいなーって思いました。あとはなんかお世辞かもしれないけど、プロフィールを渡した時、半分以上の方に、あ、若いんですねみたいな感じで言ってもらえたんだよね。なんかなんだろう、まあ多分たまたまだと思うけど、その時は30代後半の人が参加者が多かったのかもしれない、うん、で、その中でも気になった方が4人んって思った方が1人いたので、その男性たちの話をざっくりしたいです。じゃあ A さんが赤ら顔で4個上の方で、すごい印象がいいというか明るくて面白かったんだよね。で、ミサポンヌの友達で A さんとその同じ業種の人がいたから、友達から聞いたその業種のあるある的な話を聞いてみたら、すごい楽しそうに、そうそうってお話ししてくれて、うん、なんか楽しかったんだよね。なんかマスクを鼻の下でつけてたんだけど、そうだからどういうあの雰囲気の方なのかなっていうのも分かって、で、身長も多分ミサポンヌよりは高くて、うん、良さそうだなって思ったんだよね。で、次は B さんは、なんかふっくらした方で、年齢は多分9個上かな。で、ゆっくり喋るような人なんだけど、たくさん質問してくれたり、話題を提供してくれたり、なんか私のプロフィールを見て、なんか軽くいじってくれてたのかな。そう、なんかね、優しい人なんだろうなって思ったんだけど、なんかふっくらしてたんだけど、ジムには行ってるらしくて、そうだから、ああ、努力してるんだなって思って、好印象だったんだよね。で、次に、C さんかな？ C さんが、一番その身長が高い感じの方で、年齢は8個上ぐらいかな。で、かっこいい。かっこいいっていう、イメージというか、はい、方で、年収がすごいね、高くって、よく、なんだろう、なんか雑誌とかにも書かれてる、なんか年収いくら以上の人と結婚したいっていう、あの、なんか憧れの数字みたいなのが、すごい、まあ、プロフィールに書いてあって、なんか、女性の夢みたいな。で、まあ、この人はすごい明るい感じではないんだけど、
話はまあ弾む感じで面白かったんだよね。でもなんだろう、かなり几帳面なそういう予感がしました。で、 D さん、この人は唯一マスクをずっと外してたんだよね。で、すごくなんだろう、綺麗っていうのかな、シュッとしてて、で、優しくて細身で、で、明るくて話も上手でモテそうっていう感じ。すごいね、優しくて、だから、あー、この人いいなーって思ってしまったよね。それで逆にね、うんって思った人がいて、その人はなかなか目が合わない人で、すごい節目というか下を見て話しかけてみたら、すごいキョロキョロしてて慣れてないのかなーみたいな感じで思ったんだけど、ちょいちょいお金持ち自慢みたいなのがあって、なんか俺の家はさ何千万なんだよねーみたいな、なんか8個上ぐらいの人だったから、この年になってもそういう自慢というかそういう話をする人いるんだって思ったりもしたけど、まあ婚活パーティーだし自己アピールが必要な場面だから、だからまああえてそういうアピールできるところを話してるだけなのかなって思って、ここぞだよね、なんか婚活パーティーだしね。だけど、まあ、ミサポンヌの周りにはあんまりいないタイプの方かなと思ってびっくりしました。で、まあ、8人の男性と1人ずつ話して休憩タイムがあって、で、その時にカーテンが閉じて、で、休憩タイムではなんかインプレッションカードっていう印象チェックのカードを提出したんだよね。で、なんか何人か名前を書ける感じだったので、第1希望に D さん、第2希望に C さん、あとは第3希望に A さん B さんみたいな感じで記入して、なんかスタッフの女性にカードを渡したんだよね。で、5分後ぐらいにみんなに紙が配られて、メサポンヌは何これって思ったんだけどね。なんかその紙には、なんかあなたは今日のパーティーで人気ランキング6位ですみたいな書いてあって、で、なんか指名した相手とカップルになれる確率を診断しましたみたいな書いてあって、なんか第一指名の相手とは 44% で、第二指名の相手とは 58% で、第三指名は 36% と 68% みたいな感じで書いてあったんだよね。なんかめっちゃ残酷じゃないって思って、こんなリアルにそのままの数字書かれるのみたいな。あとね、なんかあなたが指名したお相手のライバル数と状況説明みたいな欄もあって、すごくね、面白いというかね、なんか第一指名はなんか何番4名みたいな、絶大な人気の方のようです、あなたからのアプローチを待ってるかもみたいな書いてあって、第二指名何番3名みたいな、非常に人気のある男性です、視線をそらさず笑顔で接することみたいな、そういうアドバイスみたいなのが書いてあって、面白いとか思いつつ、次はなんかね、指名トークタイムみたいな感じで、また5分ずつぐらいお話をする時間があったんだけど、A さん B さん C さんそれぞれとまたお話ができたんだよね。でも第一指名してた D さんとはお話ができなかったけど、まあまあ仕方ないっていうことで、まあそのお話が終わった後、またカーテンが閉まって、最終そのカップリングカードを書く時間になって、ミサポンヌは D さん C さんを書いたんだよね。めっちゃドキドキした。で、なんか最終的にカップル成立したかどうかは、最後にこの会場を出るときに配られる紙に書いてあるらしくって、で、紙にカップル成立が書いてあれば外で会って連絡先を交換するっていう感じなんだよね。でも、なんか男性が先に退出で、外で女性を待つっていう感じみたいで、なんかそこだけはちょっとね、逆がいいなって思った。なんだろう、なんか待ち伏せとか、なんか怖い思いすることもあるんじゃないかって思ってなんか被害妄想激しすぎって感じなんだけど。で、まあ男性がゾロゾロ退席して、その後すぐに女性も退出してくださいみたいなアナウンスがあって、で、婚活パーティーのスタッフの方にもらった紙を見てみたら、今回はカップル成立ならずって感じで、まあ残念だったんだけど、でも封筒の中に C さんの連絡先が入ってました。なんか悲しいけど、まあ嬉しいみたいな、ちょっと複雑な気持ちになったよね。で、すぐに外出たら、カップル成立した人たちが待ち合わせしてるところに行くことになっちゃうし、気まずすぎるって思って、ちょっと会場にあるトイレとかで時間を潰してました。で、なんか時間を潰してが外に出たら、もう誰もいなくって、
って薬局寄って帰りました。はぁ、ダメだったーみたいなそんな感じで、そうだからまあ人見知りを直さないとなーって思って一人で反省会をしようと思います。でまあ自分で自分がどうだったか、なんか相手を知ることに必死すぎて全然わかんないから、なんか難しいんだなって思いました。あとはガチ感が少なかったのかな、結婚したいっていう思いが伝わってなかったかな、あとはなんだろう、マスクつけてたから奥二重の目だけ見えて目つき悪かったのかなみたいな、あとはちょっとやっぱ緊張しすぎてたのもあって、なんだろう、傍観的な傍観者みたいな感じになってたかもしれない。まあとにかく反省会を改めてします。はい、今日はこんな感じです。聞いていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィーク楽しんでくださいね。まあ今回は悲しかったんだけど、いろいろ学びも多かったし頑張ろうって思います。はい、ではでは今日もチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。